M198-155mm 榴弾砲の発射時の様子。マズルブレーキによって、方向の左右に発射ガスが噴出しているのがわかる。マズルブレーキは、発射時の銃の反動、砲の誤座距離の減少を目的として、銃、砲の銃口、方向に装着する、おおむね円筒の周囲、または、箱型の側面に穴を開けた形状をした部品である。日本語では、 重厚生大機または、方向性大機という、競技用拳銃などに装備される、マズルブレーキは、コンペンセーターとも呼ばれる。マズルブレーキと同様に、重心先端に装着するものに、フラッシュハイダー、フラッシュサプレッサーがあるが、これは発射炎の制御を行うもので、マズルブレーキとは、目的と効果が異なる。ただし、現代の消火器においては、 マズルブレーキとフラッシュサプレッサーの機能を兼用した設計のものが多い。XD-40V-10。切り抜いたスライドから見える重心部分にマグナポートタイプのマズルブレーキが存在するイスラエル軍がかつて使用した戦車 M51 スーパーシャーマン。手法の反動を抑えるために巨大なマズルブレーキを装備していた。 本部品を装着することで、発射時の銃の反動、砲の誤座距離を減少させる働きがある。かつては、比較的大口径の火器や機関銃に装着されることが多かったが、第二次世界大戦以降、不評の持つ小銃や一部の民間向けの拳銃にも装着されるようになった。これは、大戦後不評の小銃に、全自動発射機能が付加されることが多くなったため、 連射時の反動のコントロールが重視されるようになったのが原因である。マズルブレーキを装着して発砲した場合、銃、方向から弾丸が飛び出した後に噴出する装薬の燃焼ガスがこれに当たることで、銃、方全体を一瞬前に引っ張る状態となり、また、側面の穴から噴出ガスを逃がすことで後方への反作用を、 減少させ、射撃手や砲画が,が受ける反動を、ある程度操作、抑制する。これは、マズルブレーキ内部の、仕切りの数、弾丸が通過する、穴の小道、ガスを逃がす、穴の位置や数により、紛失する量や方向を調整、跳ね上がりや、連射時の変更を抑制する効果も持つ。競技用拳銃などで使用される、重厚の跳ね上がり防止に重点を置いた、マズルブレーキは、 コンペンセーターと呼ばれ、上方向へ、思考的に発射ガスを逃がすことで銃の跳ね上がりを抑え、素早い最小順や、精度の高い連射が可能となる効果を持つ。銃口へ装着するもののほか、重心上部に直接穴やスリットを設けたものがあり、この形状のコンペンセーターは、最初に商品化した会社の名称から、マグナポートとも通称される。 競技用拳銃のように後加工で装備する以外にも S&W 社の M500 などのマグナム弾を使用する拳銃や逆に小型で射撃時の制御が難しい拳銃では反動や銃口の跳ね上がり抑制のため混ズるブレーキが標準で装備されている例も多い。狩猟用ライフルなどの強力な弾丸を使用する銃では 重心上部にのみ穴を開けると重口が跳ね上がらずに、反動が相手に直接作用することで脱臼などの怪我をする場合がある。そのため、重口の跳ね上がりを防止する効果を低減させ、全周方向へ穴を開けたマズルブレーキを装備する例もある。また、サウンドサプレッサーも内部構造はマズルブレーキと同様に発射ガスを拡散。 減圧するため、発射音を軽減すると同時に、副次的に反動も抑制する効果がある。軍用としては、大航経過が進んだ、第二次大戦中盤以降の戦車砲や野砲に装着されることが多かったが、前者の場合弾道に悪影響を及ぼすために戦後は、次第に装備されなくなり、代わって、油圧で反動を吸収する、中大気の改良により、反動や、 高体量を抑えている一方、榴弾砲においては、もともとは、マズルブレーキをつけない場合が多かったが、第二次世界大戦後の榴弾砲は、射程延伸のために長方針化と高所速化が進んだ、ため、反動を抑えるためにマズルブレーキを装着するものが、増えた。また、物理的な問題ではなく、 第二次大戦で当初マズルブレーキを使用していなかったアメリカ軍戦車が新型の戦車砲で装着するようになった際にこれを多用していたドイツ軍戦車と誤認されるのを恐れて取り外した例もある。なお、AMIX-10RC やチェンタウロ戦闘偵察車といった対戦車砲、搭載車両は弾道への影響より反動への影響を重視するため マズルブレーキは使われており、戦後の対戦車用砲弾の主力であるアプズやアプフスズの発射時に外れる相談灯がマズルブレーキに引っかかってしまうというのは間違いである。装着することにより、発射ガスの一部が砲の側、後方に噴出するため、砲口との間に仕切りのない状態で作業する砲兵に対して、ガスや気圧による悪影響の発生が懸念されたが、 これは法の種類によって差があり、実際もいてみると、さほど問題ない場合もあった。日本陸軍の90式野法の事例では、開発時には法主への監査は、許容範囲内と判断された一方、ノモンハン事件では、連日の砲撃を行ったために、法主たちの聴力が損なわれ、身振り手振りの意思疎通で戦闘を続けるに至っている。 また、保温密性を重視して低い位置に設置した際、速報に噴出する発射ガスや、それに伴う噴煙、そしてそれらが舞い上げる土ぼこりが視界を遮る、欠点もある。そのため停車校に設計された第二次大戦中のドイツ軍駆逐戦車の一部は、反動解消より視界を重視して、マズルブレーキを、方針から撤去している。ありがとうございます。